ミネアポリス美術館はアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス市にある美術館。古代以来の世界各地の美術を扱うアッパーミッドウェストでも最大の総合美術館である。敷地は8エーカーにわたる。入場料を取らないことや常設展示品の写真撮影も自由にできるなどの開かれた姿勢が特徴である。美術館の財政は ミネアポリスのあるヘメピン軍の委員たちが徴収する軍、美術館基金から援助されている。19世紀後半、急発展するミネアポリスの街に美術に触れる機会がないことを残念に感じた市民たちが、後にミネアポリス美術協会となる集会を開いた。ミネアポリスの実業家や各種専門家たちが結成したミネアポリス美術協会は、 1> 第1回の美術展を1883年に開催し、以後1880年代にかけて、数々の美術展などを開催した。1889年、ミネアポリス美術協会は新築のミネアポリス公立図書館に入居し、最初の常設展示場を開いた。1915年、 アメリカ各地で、ボザール様式の壮麗な公共建築を手掛けていた、設計事務所、マッキム・ミード・ホワイトにより、現在の美術館の建物がオープンした。新しい所在地は、ミネアポリスの名刺や符号が1880年代から1920年代にかけて、邸宅を構え、現在では、歴史遺産として登録されている、ウォッシュバーンフェアの邸宅地区であり、 豪邸をこの地に所有していたモリソン家の寄付によるものであった。美術館はミネソタ州におけるボザール様式建築の恒例となっている。以来、古代から近代に至る無数の美術品やコレクションが寄付されてきた。また歴史的な展覧会も企画しており、例えば1971年9月に美術史家ベビス・ヒリアが企画したアールデコ展は、 1940年代以降半ば忘れられていたアールデコ様式の装飾芸術に対する再評価の決定だとなった。現在の美術館の玄関部分はもともといくつかの部分からなる複合体の一部として構想されたが残りの部分は結局建設されなかった。後の時代の増築は 丹下建造による1974年の増築部分など異なった計画に基づき設計されている。最近の増築はマイケル・グレーブス設計により2006年6月に完成した。美術館のコレクションは過去5000年にわたる期間の世界各地の美術品およそ10万点からなる。分野も絵画、版画、素描、彫刻、テキスタイル、 建築、装飾など多岐にわたる。アフリカ、オセアニア、戦士アメリカの作品も多く、特にアジア美術のコレクションはアメリカ国内でも最も良質で包括的なアジア美術コレクションの一つと評されている。この中には中国の川ワセ青銅器、陶磁器、日本の浮世絵3000点を含む日本美術5000点などが含まれる。 2013年6月には、クラーク日本美術文化研究センターから、約1700点の日本美術コレクションが、移管されている。コレクション中最大の作品は、パーセルガッツハウスであり、19世紀後半から20世紀に、かけて、中西部で多く設計された様式である、プレーリー建築の名作を現地で保存し公開した、ものである。個人による、 美術収集を応援し、館による重要な美術品の購入を援助する、キュレートリアルカウンシルが、館の7つの分野ごとに設置されており、カウンシル会員の市民に対する、レクチャー、シンポジウム、見学旅行などが開催されている。館の常設コレクション展覧会を、他の美術館に巡回させる企画も、各地の地元企業をパートナーとして続けられている。美術館は、 ミネソタアーティストエキシビッションプログラムも入居している。メープはミネソタに住む美術家の作品の展覧会をするための組織で美術家により自主運営されている。ありがとうございます。